年月不明、青柳海9月27日から1945年7月10日は、ジャーナリスト、追出家、牧師。秋田県秋田市で型本新町生まれ、青柳ためじ、久野長男。本名はたけし。東京の教立学校で学んだ後、故郷の秋田英和学校のハリソンのバイブルクラスで、英語を学び、1887年。 シー・イーガルストより洗礼を受けて、キリスト教に入信した。1894年、同志社普通学校の文学政治経済学科を卒業した。1895年、明治女学院で教えながら、関口教会で牧師をする。明治女学院では、島崎東村と同職した。一方では1893年から明治、女学院教頭の岩本義春に協力して、 女学雑誌の発刊に関わり、編集を担当した。1903年には主観となっている。その後、一時帰郷して、大館中学校、秋田中学校を教鞭を取ったが、再び上京し文筆生活に入った。大正期には、実業の世界者の編集者となり、女の世界を発行した。安成二郎と共に、同志の編集にあたり、男でも読む。 毛色の変わった女性誌と評された。女性問題、性、恋愛問題についての著作が多い。職業の天変が著しく上に掲げたほかタバコや不装新聞記者、名古屋日報の主筆、東方電力勤務などを経て、晩年は宝塚歌劇学校の教師であった。ありがとうございます。